私はディートマー・フォン・ハイリヒ・ジュマーシュナイト。真実を追うものだ。今、狩りのドキュメンタリーを撮影している。要するに、君を撮りたい。君が化け物を捕まえている間、私がコメンタリーを録音する。ケージを用意したから、まずはそいつを探してくれ。Yeah.
地はハンターズグロットにあるぞ。啓示というのは戦士の持つ無事らしいまでの冷徹さの象徴だ。さあボルトハンターよ、モンスターを誘導し啓示に閉じ込めてくれ。Oh!
Yeah!
うちで買えるのに死体あさりなんかいらんでしょ。品揃えはピカイチですよ。また寄ってください。そいつが役立つことを祈ってますよ。うちはいつでも空いてます。誰にも止められないわ。
どんどん行こう。
おい待て、お前たち本当に狩りしかしないのか。なぜ我が輩がサベッジに言うことを聞かせられるか気にならないのか。君のお相手は後ほどだ。私は友人に狩り三昧の旅行を約束したのでね。紳士とは口にした言葉を疑いぬものだ。おい、そんな扱いはないだろう。早く我が輩を捕まえに来い。なあ、はあ、この中山という男は本当にしつこいな。奴が戦えと迫ってくる限り我々には休息も許され、知らずグローブの向こうから無線通信をキャッチした。すまないが足を運んでギュッとひねりつぶして世界を救ってくれ。たびたびで申し訳ないが、口だけは達者だな。いいだろう、受けてたと。その後悔するなら今のうちだぞ。公敵士と巡り会えたことを感謝している。かのハンサムジャックを倒した強者が今この我が輩に宿命の対決を挑もうとしている。夢にまで見たぞ。手伝ってやる。ジャックなきゃと我が輩は彼の俺は何もしてないよ。実験機器とイリジウムを目いっぱい乗せたターミナス号で飛び立った。辛くし、なぜか船から締め出しを食らうというアクシデントはあったが、最後に笑うのはこの我が輩だ。我が輩サムジャックの苦労が必ずやお前の息の根を止めるだろう。
かね。奴ら一体何を崇めてるのだ。魔物か殺人ロボットか。
たどり着きましたね。ハンサムジャックの DNA を探して跡形もなく消滅させるのです。ほとんどはこうして手に入れたものですが、どうぞお構いなく。
史上最強の女よ。
宝比べと行きますか。サンプルをどうするか。我が輩の超絶秘密計画を知りもしないくせに。欲しい。クラップトラップから聞いたぞ。ジャックのクローンを作るんだろ。もっとパワーを。なぜそれを。サンプルを消すたびジャックのハルサム様少しずつ消えるのです。素晴らしいですね。え、誰だ我が輩の DNA ケースを開けたのは。もしもし、誰か応答しろ。
まみれで泣き叫ばせてやりなさい。口に入った気持ち悪い。メンチ率がやばいわ。
バットアスよ。
ットに乗る死を。まびれなんだろ。ボコボコだ。腹減ってんだ。
私のデストラップを侮らないことね。血まみれで泣き叫ばせてやりなさい。
にボルトがあったんだよな。もらった。こんなにあるのにもらったも何もないでしょ。いや、どうする。Yeah.
ボットによる死を。
というわけだ、博士を永遠に黙らせてやろう。中山がわざわざ暴露してくれた通り、墜落したターミナス号にもう一つのラボがあるようだな。君のことだ。これからさっとあの船に向かい、奴に引導を渡してくれるものと信じているぞ。喜んでお金をいただきますよ。ボルトハンターはいつだって大歓迎ですよ。次はどうやって暴れようかしらね。
もう少しだぞ、ボルトハンター君。やつを探し出し、秘密兵器の封印を解かれる前に仕留めるのだ。皮肉なものだが、こいつはまさしく狩りだぞ。しかも君が追ってるのは、世の中で最も危険な生き物だ。ちなみに、最も危険な生き物とは人間ですよ。ほら、かかってみなさいよ。マジだ、マジだ。そう簡単に私はやられないわ。
これいいんじゃない？
到着しましたね。いいですか、コードは134ですよ。Thank you.
しよの矢印出てないかな。Thank you.
どんな臓器でも提供を受け付けます。臓器は下の容器に入れてください。黙らんですな。そいつが役立つことを祈ってるのよ。お仲間にも。ステータス。宝比べといきますか。Yeah.
まれ。さあ立ち上がれ、復讐の時だ。以上だ、あっしのケチな店へようこそ。ガンガン打ちまく、うちは返品不可能です。
いいわ。Thank you.
これいいんじゃない？うん、この調子。
宝比べといきますか。Thank you.
タス確認ね。緑の矢印出てないかな。その点をあまり深く考えないことをお勧めいたします。ぜひ忘れてください。みんな死ぬんじゃない。